休みだけの稽古。朝起きのしんどいし。こんな早く起きるのが久々。はい、うん。何時起きたの？今日は7時ですね。うん、まずテーピングなんだね。休み明けやっぱ体もなまってる。まあ動いてないんで、うん、筋肉痛とかなったりするの？今はまだしない。今はしてないですね、うん、今日の後とか。いやでも基本あんまりし、あでも四股を踏んだ時次の日ちょっと足痛いなって、うん、着替えない。あもう少ししたら着替えない。何時起きた？今日は6時50分ぐらい起きました、うん、久々起きるの？そんな早く。そうっすね、こんな早く起きるの久々ぐらいですね。ほんと眠いっす、うん、面倒さんもうバキバキだよ。もう完全に目覚めてる。Thank you.
久々の稽古。はい、そうですね。そうですね。まあ、いい調整ができたなと、うん。落ちた体力を戻さなきゃいけないんで。うん、なんて？あ、落ちた体力を戻さなきゃいけないんで。うん、そう自分の相撲で一日一番、うん、しっかり稽古していきます。うん、下のどこ？ロースじゃないですか。なんか凍ってる？凍ってます。どうするかにできるんですかね？わからない。あんまり聞かないですけど。うん。夏休み何してたの？遊び行きました。どこに？遊びって飲み行ってました。上野と浅草と、うん、あとどこですかね。とあとほぼほぼ寝てます。おー。何してたんですかね、夏休み。いるか、あ、でもご飯食べたっすね。焼肉食べました。焼肉はどこの部位が好き？辛味です。辛味だよね。はい。じゃあ力士になってなかったら何になってた？力士にもしなってなかったらですか？うん、あれ、お父さんがトラック乗ってるんで、うん、トラック乗りたかったな。あ、そう。はい、トラック運転手でもなりたかったですね。どうだろう。滝山さんのいいとこ教えて。いいとこは、うん、まあ、まず料理がうまいのと、うん、あと優しい、うん、あと自分が分かんないのをものすごく丁寧に教えてくれたりするところですかね。ネギって何なんだ？なんか匂い消しみたいな。匂い消し、うん、臭み？はい、臭み取りみたいな。ラーメンのスープとかでもこういうの、まあ、なんかそうっすね、ありますね、うん、日本酒っすね。卵をまといてくれる？先卵でいい。もう悪っすか？うん。鍋、カレーにします。おお。カレー鍋。牛カレー鍋。あ、いいね。冷たいっす。冷たい？めっちゃ冷たいっす。あ、冷蔵庫入ってたからね。めちゃキンキンっす。
全部入れた。おお、そうだ。いや、俺これ作っちゃおう。これ作るからさ。皆さん、鍋にネギって入れますか？ん？鍋にネギ入れます？ネギ入れて、ネギの青首が欲しい。わかりました。久々の稽古はどうだった？疲れます。筋肉痛とかってない？あ、昼寝して起きたら、足が痛いですね。やっぱ稽古始めそうなりがち？そうですね、1週間動いてないんで、結構筋肉痛になりやすいですね。ケイガのいいところは？ケイガのいいところですか？はい、真面目にやってくれるとこっすね。言ったことに真面目にやってくれるんで。真面目なんだね。あと、なんか自分からやってくれるっすね。そうなの、はい、言わなくても。いや、何回か言って、次のちゃんこ番的になんか、前言ったことを自分からやってくれるんで。カレールーちょうだい。言われると思いました。こういうところ？そうですね。ちょっと。入りの姿とかもかっこいいじゃないですか。
ハムの塩でいけるかなと思ったら全然いけなかった。よかった。僕の好きな映画はアニメだったらコナンとかする。これでいいっすか。あとは何だろう、アニメとかじゃなかったらこれですか、ワイルドスピードとか結構好きでした。あとゴジラとか結構見た。マイナス1見た。あ、一番新しいやつですか。まだ見てないんですよ。あ、見てない。あ、見た。別れの言葉はなしか急に何言ってる。急にワイルドスピードそういうのやった。どうした。めっちゃ目痛いです。あ、玉ねぎ。はい。泣いてる。あ、そんななる。マジ痛いです。厨房にかましてたっす。厨房にかまし負けしてたっす。マジどんな状況ですか。見えないんすよ。わお、すごい。こんなにいないですか。これは何。コンソメです。
ック何 L サイズ 3L とかじゃないですか。ほんなんかみんなのサイズ聞いて回ったんだけど 3L ってでもジャスティンぐらいだったよ。だからアマさんは US 3L じゃないですか。ああ、もともとが違うの。 US サイズは 3XL。 日本の 5XL 5XL。 いただきます。チコナの由来、意味、どういう意味なの？意味、まず狼じゃないですか。で、みやびってどういう意味？みやびは親方からもらったんですよ。そう狼はなんで？なんで狼なの？あ、普通に自分オオカメとか普通に好きなの。あ、そういうこと？はい。というか、まあうちの国ではまあやっぱオオカメってなんか強い動物じゃないですか。そういうのがあって。うちの国っていうのはトゥバの方。僕の名字の由来は、名字の由来、はい、聞いてないよ。氏族だったらしいですよ。なんかすごい誇りに思ってたやつでしょ。いないじゃないですか、なかなか。氏族ってのは武士ですかね。武士っていうのは江戸時代と位が高い氏族だったんですか。何の話にもあるんですか。久々のちゃんこうめえじゃん。思ってる。思ってますよ。本当ですか。急になんか棒読みになるんだ。思ってます。すごい思ってるです。うまい。ケンちゃんの確認どう。味染み込んでるっすよ。でも夜になったらもっと染み込んでていい感じです。じゃあ米だけいいか。米だ。食べると。うん。行こうや。判定だよ。はい。じゃです。ケンちゃんの方の判定。ケンちゃん美味しいよ。ずれたの。あの銀のでかい器はやめたの。いや、したいですけど、今ちょっとなんか最近胃の調子が悪くて。そうなの。場所休み中ずっと下痢気味でもう、やばかったっす。そう。でも結構牛丼とかも食ってたじゃん。食ってたっす。あ、もうその時はもう治ってたんで。じゃあ治ってんじゃないね、今。ちょっとなんかあんまり。どうでもいいからじゃないですか。俺にしたら昼間に作る煮物作ってくれるんですか。
うまい。いや、いろいろ知ってるっす、俺は。ケントのことは何でも知ってますよ、僕。何が聞きたいですか？何が聞きたい？はい。いいところ、まず、まあ、性格的な面では、まあ、優しいですね、とりあえず、本当に。性格的な面では優しいですね。あ、性格的。内面的な。あ、優しいですね、あとは本当に何か仏様みたいな、みんなにみんなに好かれるですもんね。まああとは肌きれいですね。肌きれいですね。肌きれいです。何かヤキの肌きれいなんですよ。昔の方が知ってんの、小学生の時にめっちゃ汗かけてたんですよ。そうなの、知ってんの？あの、小学校がずっと一緒だ。え、そうなの？はい。先輩後輩です、小学校の。先輩なんですか？あ、そうです。ゆうともそうですね、深夜も。みんな小学校一緒なの？全員同じ小学校です。力士の養成学校みたいな。いやいや、小学校です。あの、公立の小学校です。英才教育出てないですね。なんかでも、ケントはなんか昔からトラックスじゃないですか、うん、昔からトラックス好きなんですよ、これ。自分小6で、その時小…うん、あ、ケントは 何学年違って1個か、うん、小5で、うん、図工がやってたんですよ、授業中に、うん、で、図工の授業中になんか、ケントがデコトラの雑誌を片手に持ちながら、うん、なんか6年生の教室入ってきたんですよね、うん、乱入してきたんですよ、うん、知らない、俺が聞きたいよ。あ、違う、俺らがね、図工なんかね、作ってたんだよ、キノコデコトラ雑誌を、当時の小学校の はい、先生誰だったっけ。ああ、オール先生。小竹山さんですか。かわいいですね。間違えちゃったです。両方ともかわいかった。巨大かわいいですよ。巨大かわいい？本社長。本社長。なんかうまいっすね、今日。うまい。柔らかいですよ。おいしいです。うまっ。おいしい。トレビアン美味しいです。美味しい、嬉しい、ビタミン C ですね。消防車でしょ。